セビージャに、レイ・バルセロナ国王杯準決勝ファーストレグ、スペイン国王杯、コパデルレイ準決勝ファーストレグ、ビージャ対バルセロナの試合が現地時間10日、行われた。バルセロナが0-2の敗戦を喫してい、今シーズンのバルセロナはダゾーンで、いつでもどこも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、25分、セビーヤに所属する、センターバックのジュール・ンデが、最終ラインからドリブルで仕掛けて、ルセロナの選手を数人抜き、一人でシュートで持ち込み先制点を決めた。85分には、カウンターからイヴァン・ラキティッチに、追加点を入れ、れてしまう。リオネル・メッシや、アントワー、グリーズマン、ウスマン・デンベレなどが、罰した、バルセロナだが、1点も返すことができ、0-2の敗戦を喫している。準決勝セカンドレグは、現地時3月3日に行われる予定だ。得点者、25分1、レイ君で、セ、ジャ85分2、レイラキティッチ、セビージャ、両。